言霊5周年おめでとう。おめでとう。さあ始まりました、オレッチでございます。そしてコウスケでございます。よろしくお願いします。さあということで今回ですね、うん、あの例のごとく言霊、はい、やっていきたいんですけど、はい、ちょっと簡単に言霊を改めて紹介しますと、はい、言葉で戦う新感覚 RPG 言霊が、うん、2023年4月16日に5周年を迎えました。おめでとうございます。改めておめでとうございます。はい、ゲーム内ではですね、うん、もちろんさまざまなアニバーサリーイベントが開催中で、はい、5周年の直前には公式生放送などを通じて新要素も多数発表され、今、うん、大変盛り上がっております。いや盛り上がってますよ。はい、そうなんです。盛り上がってますよっつってなんか今毎日ガチャみたいに引けるんですけど、うん、50日って恐ろしい数字、期間がだから僕も毎日ログインしてます。いや分かるわ、面白いしね、いろいろやりながら、ね、はい、やってますけども、はい、とですね、今回この動画もコラボという形で実現し、うん、こうして我々も5周年をお祝いさせていただくことになりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にコウスケはですね、5周年迎えて子供んで真っ先に注目した、あるいは注目している要素があれば。あジンガ、あジンガ、まあ、ジンガでしょ、やっぱジンガか。なんたってね、うん、我々あのいっちゃん最初の頃に、うん、あの2人で挑戦したから、いやあの多分画像多分これ出てるかな、出てると思うんですけど、あの、うん、幼い2人で、幼い2人、中学校の部活終わりだったから2人が中学校の部活帰りが会議室借りてやってる、少年2人がねやってる、なんか、うん、しかもあの時ほとんど画面図俺こうやって今ではちゃんとカメラを見ることを覚えました、ね、覚えましたからね、うん、その中でもやってますけども、はいはいはい。でさっきね、俺実はちょっとだけ、うん、アジンガって聞いてから見てみたんだけど、はい、楽しそうだって俺ら。いやでもね、言いながら、まあ、ちょっとね、あのしばらく動画上げれてない時期ありましたけど、はいはいはい、私はね、はい、もうコトダマの成長見てますから。ああそうですね、うん、もう一生やり続けてるもんな。でも俺っちあれだもんね、うん、あのやっぱこの今回5周年ってやって、うん、急いでやってる、急いでやったただ俺ね5周年で、うん、あのまあいわゆる結構長い間やってたけど久しぶりにやっていろんな要素追加されてるプラス復帰勢にめっちゃ優しいなと思った、うん、ああそれどこ、例えばあのね、それこそ5周年で多分重なってるでしょ、そういうの。あそう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 、いろんな、ガチャで、うん、例えば星6確定がいっぱい出たりとか、うん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 、あとねシンプルにあのこんな言い方したらいいのか分かんないんだけど、あの課金センスも石めっちゃ集まるそうね、そう、うん、めちゃくちゃ集まるし、いろんな何かこうねやれば、うん、そのミッションみたいなクリアするともらえるもんね。そう、さあということで、はい、ことだもんね、5周年のいろいろイベントを喋ってましたけど、はい、さっき僕が出したアジンガなんですが、はいはいはい、はい、おーしゃ来ましたね、こちらご覧ください。はい、はい、ということで追憶の試練開催と、おいうことで、まあちょっと俺っちが知らないキャラもいるかもしれないんですけれども、あでもね全員もう分かるわ。あ分かる、うん、だってソレイベガとかはあの、うん、まさにクロニクルで登場したりとか、なんなら恨みのあの後ろの文字はなんだ、高音、これね、うん、これは熱いんですよ。あそうなんだ、うん、これがなかなかちょっと俺は恨み、初代恨みかな、うんうんうん、の時はめちゃくちゃやって多分ね満腹にしてるはず、はいはい、ぐらいまでやってるんだけど、この新しいのはちょっとねあの確かにあの未体験かもしれない、うんうんうん、でこれなんかあの今条件クリアすると称号っていうのが今つけれるんだって、その称号をもらえるっていう、へえー、なるほどね、はい、しかもちゃんと虹の言霊もゲットに、あありがたいですね、はい、ということで今回これができるんでしょ俺っち。ああこれがですね、うん、なんと今回アジンガいつかプレイできますと。来ました。ということで今回実機を、はい、まあ、コウスケにちょっとプレイしてもらって、うん、まあ、プレイの中で、昔あったようなところとか振り返りながら、はいはいはい、まあ、ちょっと思い出話話を。ああなるほどね、ここガチ攻略とかじゃないよね。がここはね大丈夫、あの大丈夫、多分コウスケならいける。ああ了解、うん、いけると思うんで、はい、裏でねあの10回くらいプレイしてるから、うん、大丈夫、もう着てるイベントだからこれそうね、はい、うん、まあ、いけるんじゃないかなということで、じゃあ実際実機の方をじゃあプレイしていきましょう。はい、さあ来ましたよ。ボスシーン。ああ。さあ俺ち見てください。この後。来るよ。はい。おお。なんかでも前のやつは全部チェンジだった。うん、あ全部チェンジだった。に対して弱体化マスまで増えてる感じじゃない？うんうんうん、しかもでもこれ盤面超イス。とりあえずデッキ見てみましょう。3文字の言葉だと15回やぞ。これ盤面こんな感じで。はあ、今ってさ自動である程度組んでくれるやつあるじゃん、はい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 、それそのままです、これ。でも今回さ、あーでもそうなんだ、チェンジ、うん、あれがあるね、シールドもいたりするんだね。まあでもこれはあの、うん、ある程度あれなの、この言霊側で
作ってくれて、ああなるほどね。そうだから俺あの裏でやった時自分の端末で同じだったね、うん、あそうなんだ、うん、なんである程度持ってればみんなこうなります。はいはいはい。つうわけで今盤面くっそ熱いですこれ。あそう、これもちろん今これおすすめしてくれる竜医とかいいんだけど、もうこれもうこの貝いいんですか、竜貝でいいんですか。いいでしょ、これ何でも竜貝でいいんですか。いやもうなんでその急に俺に何か揺さぶりをかけんだこれ、イカ、ウンカで、あ、でも手も来てるよ。手来てるね、熱いね。これでも、イカ、ウンカ入れるかみたいなもんだね。イカ、ウンカ入れる？その、一番今思うさ、多分このイで、イとウンで弱体があんまないのよ、多分これ。このデッキだと。あー、ケツの弱体化がないのか。まあ、そのアイちゃんぐらいしかなかったけど、アイちゃんをチェンジ使っちゃったから。アイちゃん取っとけばよかったんじゃないですか。いや、でもね、いや、他のキャラもないのよ、チェンジ。あー、チェンジで対応できるやつが。そうそう、だからアイちゃんが結構鍵を握ってる。だとしたらもうさ、イとかウンのやつってさ、あんま攻撃力高くないから、うん、もう弱体で埋めてるのさそうだよね。ほら、なんか懐かしくなってきたでしょ、これ。いや、懐かしくなってきたな。このいっぱい喋る感じ。あー、おー、いいじゃん。はい、一応この爆弾もあるからね、あの条件も。あ、3も出たしかないけど、うん、いいね。ただ7ターンで15個結構余裕そうやな、めっちゃ回復する。しゃーない、ね、嘘はいいね。まだまだこれからだ。うわ、あいいね。声やってなかったなんかさ、あのさ、ギャルのいいねちゃんみたいにいなかった。だっけ、俺らなんかそれやってたな。でそれをこの子可愛いみたいな、しつこいぐらいやってたな。超押してたよ、押してた。なんだっけ、名前。あんまりあの強くないんだけど、うん、すごいあの文字が優秀で使いやすかった。そうそう、で俺その後あの、ね、そのいいねちゃんの木属性のいいねちゃんが別の水属性の子も来たの、うん、で熱いじゃんみたいななったのを覚えてるわ。さあということで、はい、あでも弱体化対応でき、あでもあこれで弱体化は、でこの子回復なのよ。だからだったら俺は先にこれケツがイになってるけど、うん、先に弱体かイ入れちゃうかなって思ってる。俺はもうこのここにイ入れていいんじゃないかな。はい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 。あ来た、かこの子強いんだよね。A 冠かこれも。 A 冠でいいんじゃない。うん、まあ、見て貝 A もあるから、あいいね、かん、うん、イ入れるわ。はい、いいよ。はい、このさ、思わぬところでさ、5文字来た時の気持ちはたまらない、うん、そう、ね、多分ね、俺らがやってる頃より文字めっちゃ増える。あー、そうだよね。なんか俺やってて思ったけど、あれこれ前なかったなみたいな。あー、結構増えてるかな。辞書ベースかなんて、うん、あとね、やっぱね、改めてけど、言霊のあの、うん、なんて言うんだろうな、エフェクトに文字入れる感じ、キラキラみたいな、うんうん、あの目で見えるものを文字に変えてる感じ、うんうん、あれもいいですよね。さあこれ門はなかなか、サイモン、サイモンいけそうだねなんちゃら門ってなんかありそうだよね、うん、あ、いいね、なんちゃら門。でももうおすすめは半門にしてる。破体、破体、破体、破体は破体や、お前破体やん、それ。まあいいか、言うか、まあ一旦、はい、いい、早めに言うといいね、はい、お、カー来たよ。関門、あ、体幹、関門ありだね。体幹もあるかな、まあ、とりあえず貝、貝が来るかもしれない貝門、あー、でもいいんじゃない、まあ、いやでも全然いい、全然いい。やっぱね、いかにうと、いとね、組み合わせていくか、組み合わせていくだから、今回はね、うとかね、あの、いかんもん、いかんもん入りました。あ、嬉しい、これこれですよ、トスケさん、うん、こういう時私がずっと、あとね、黒はわりかし頭につけがちだけど、うん、ケツにつけても効果的なイメージが強い。あ、そうね、なんか、なんとかか、なんとかかね、あの、例えば見て、すごっ、え、かっこいい、すぎよ、ほんとメリークリスマス、あの、ケージかとか、うんうんうん、てか、チェンジの先がこれ完全ランダムなのかな。いや、これね、条件ある時もあるんだよ。そうだよね、固定のなんか3文字とかでローテされる時あるよね。そう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 、まあちょっとやってみるか。最果て、そんなことあるそんなことある、本当に。でもまあ、はぁ、あ、一回入れてみて、いい来たら別にそれでブラしてもいいじゃん、うん、ちょっと、俺たちの目指すところ、うん、最果て、うん、大丈夫それ、終わりじゃない、最果て、うん、いや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 、言霊の言葉の最果てを目指す。なるほどね。おーい、うん、最果て、すいません、今あのカンニングしました僕完全にこっち側にいるスタッフさんが、うん、これ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 みたいな、これいけるぜ
腹が憎い。すいません、みんなで盛り上がってます。自分に嘘をつけないから、うん、そうそう、みんなで、みんなでできるのがいいんです。みんよ強い。お見せしよう魔術の英知を。やっと半分超えたね。そうそう、まあこれ多分条件満たしたから相手が弱点、もうあとはここはもう一気に攻めるだけだね。行ってみましょう。さあ、愛ちゃん来たよ。まあでも A 入れとくか。決めに行くならK入れてもいいんじゃない。行く、うん、このチェンジのとこに、うん、まあ確定してるもんね。イとオンがまあまあできるでしょ。で、カンも入れるか。まあ愛ちゃん取っとく感じのムーブで。そうだね、関係で。でも結局愛ちゃんさ、E 入れてもあれでしょ、うん、あの回復でしょ。そうね、そうそう、だとしたらまあ入れていいんじゃない。まあ多分ね、これね、ターンごとに決まってると思うんだよね、盤面は。はいはい、使いかん、いかんけ。あ、まあ10いけるね。まあまあまあ、10コンボいけば。ワンチャン。絶望に囚われてはなりません。まあでも結構クラスだから、うん、撃て撃て、ぶちまけろ。まだまだこれからだ。確かに今の撃て撃てって言った子が自分食らうと次から特性、あの攻撃変わる子なの。なるほど、いけない。遅れた。この子が多分ね、なんかダメージを食らったら2回目みたいなキャラだった気がする。あー、なるほど。さあ、青、青、青タン。でもダメだ、あれチェンジだ。でもこれ全部弱体だから別にまあゆっじっくり。ああ、なるほどね。まあ、うん、入れとく。タイ、青タン。でもタがね、チェンジなんだよな、ね。まあでもぶっちゃけこの回復の子あれだから、あの目とか来なければ、あ、無とか来なければ、うんうんうん、だから別にあえて変えるのもあるよ。なるほどね。そういうのをお見せする。そういうの、こういうのもあるよみたいな。まあ、どういくかみたいな、ね、やってみるか。一回やってみようか。ほら、煽り無理無理いっちゃむずいできちゃった、うん、でももうあれで成り立って、煽りでも成り立ってる、煽り、ね、言葉としては、うん、じゃあまあまあ、うん入れようか。そうだね。さあ、裁縫いくわ。だダメージ考えたら手の方がよくね。手法ってあんのかな。知らん、ありそうじゃない、うん、行ってみようか。あ、愛ちゃん来ちゃった。まあでもじゃあ低下、それともチェンジにワンチャンかける。逆手、逆手、まあ、チェンジでワンチャンかけてもいいかも。うん、来い、ね、ね、来い、家庭法素晴らしい。俺っちこれは決まったね。来たね。しかもこの子の特性見れるんじゃない。確かに自分に嘘をつけない。あ、終わっちゃった、終わっちゃった。耐えて、撃て撃て、よしよしよし、ぶちまけろ。一緒やったか。一緒なんか、うん、まあ、回数に落ちたから。いやいやいや、あのね、こんな友達で、こんな、うん、あのね、うん、時間かけるキャラもっと早くない。いいじゃん、楽しかったから。あ、そうか、そうか、よかったはい、さあ、ということで、うん、今回は、一旦ね、うん、アジンガ X プレイをしてもらったんです。はい、なんとですね、アジンガ X だけじゃないんです、コウスケさん。ちょっとそれは話がちょっと違ういつもね、あのいろいろテストプレイみたいなのね。あ、俺はあのテストプレイの鬼だから、うん、予習だから予習のコウスケだから、ね、今回予習なしのちょっとエグいわ。新しいのが来ております。ということでコウスケさん、うん、現在ですね、うん、毎週のペースで新たなボスが公開される、はい、滞在者降臨クエストも実装されているんですが、はいはいはい、この鳥を飾る、うん、最後のボス遠征大砲に挑戦させてもらいます。ちょっと待て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 、今こんな感じでですね、おうおう、まあ、常にあの我々の収録日からすると、うん、挑戦できるのを見たりはするんですけど、はい、まだ実は、実装されていないのが、いて、遠征大砲ですねがいまして、今回コウスケさんにはこの遠征大砲に挑戦してもらいます。マジか、初級ね、初級ね、ですね、今回魔球でございます。ちょっと待って、えぐいってマジか。そうですね、遠征逮捕は、こちら書いてある通り5月15日16時頃より長球が、はい、その翌日5月16日16時頃より魔球がそれぞれ公開予定となっております。なるほど。でも浩介さんには、難しい魔球ですね。喋りませんいや、やりましょう、一緒に頑張ろう、うん、まあ、みんなでね、うん、声かけて。別に俺一人じゃないでしょ。そう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 みんな黙ってるわけじゃないでしょ。そう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 みんなでやってる感じになりますので、はい、じゃあ早速浩介さん挑戦してみますか。はい、じゃあ画面のお願いします。さあ、来ました。来ましたよ、浩介さん。ちょっと緊張してもうちょっと今、ええ、もうどこの画面見ていいか分からない。確かに。あー、小文字が。なるほど、5文字ね。このね、このグループは大体ね、みんな5文字作れみたいなのあるのよ。しかもてんこ盛りですね、うん、地雷弱体チェンジ。はいはいはい。で
これ入るとき特にいろいろボスのヒント教えてくれるんですけど、うん、なんか雑魚を早めに倒さないと、なるほど、もうすぐに全体やられちゃう攻撃来ると、せっかちだよ、ことだな、うん、早く入れろ、違う超運じゃないのよ、うんまあ、5文字でだから雑魚から倒すで、これね、言葉あるある、みんなこっち選ぶ、左選びがちだけど実はこっちから選ぶのがいいね、なるほどね、そう、こっちから選んでその後左を狙ってもらう、連続でいくからね、はい、ウがさ、弱体化じゃん、うん、弱体体勢じゃん、うん、って考えたら頭にさ、あれあんのかな、 ウで重ねれるやつ、そうなんだよね、まあ相手あんまり見ずに来たから、うん、まあガンガン入れちゃおうか、okay、逆にその蝶の後に出てくる死とかでいいじゃん、確かに、でこのギミックがチェンジだから、この真ん中2人のこう誰だったらどっちでもいいっていうことだよね、うん、長身、とりあえずこれでいくか、まあ、確かに向こうのもう1キャラの方、ウール、ああいいんじゃないよ、ヨヨヨミちゃん来たよ、出た、ヨヨミちゃん知ってるでしょ、ヨヨミちゃんわかります、ヨヨミちゃんも当時ねめっちゃ使って未だに使えるから、うん、でこれもうねおしゃれにこれ入れて、これ結構俺ガチ今攻略してますよ、入ってる、幼長身、幼長身、まあこれもいくしかない、うん、ザコを倒せます、幼長身ない、右長身ない、長身、長身、まあ5文字いけるもんね、うん、いいんじゃないですか、はい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 、どれぐらい入るかな、いいよ、出た、出た、おーい、つ、えぇ、ー、敵強い、敵強い、いや、魔球だからね、これ、まあそうなんだよ、いいよ、でもこれ40万弱です、ぐっつりいってるね、40万ぐらい、いけ、かっこいい、え、あ、100万ぐらいなのか、おいおいおい、気づいたら1人消えたぞ、ザコでも HP 高すぎだろ、高いな、あのダメージ、さすが魔球、いいね、ワクワクしてくる、あ、やばい、4が使いすぎたな、いるね、これ、おい、しかも6文字だ、6文字やぞ、やばいぞ、これ一旦お茶濁しで、でもケツウじゃね、これでもどっちにしても、まあウだな、うん、ケツウじゃね、これじゃあこのウいっちゃうわ、ヨヨヨミきたー、激アツ、あー今来たね、ちょっと待ったな、まあ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 、履修式、きついのかな、式も結構熱いもんね、うん、修式なかったな、まあこれ落とせない、なんかしても6文字だし、まあ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 、いや、かっこいいすぎるだろ、これでも6万7万かな、めんどくさー、めんどくさーって言ったらエフェクトする、うん、回復いいんじゃない、お、これは相手変わるか、6文字のまんま、ひー、6文字のまんま、さっき決めるのが熱かったんだな、でもまあ、だから何、しゅ、え、みたいな、でも、うんか、とりあえずウは入れたいな、弱体化、そうだね、うん、しかも2つあるから、いや、ヨだな、真ん中ヨじゃない、最初入れるの、真ん中ヨもありだ、で、流したい、ただ、ヨとかウ言って、うん、さっき見てた感じ、結構使うシーンありそうだから、1個は、うん、いや、取っとく、取っとく、ね、取っときたいよね、新章、新章師、まあ、ウだな、うん、ウでいいんじゃない、臨床師の方がね、まあそうだね、ありそうだ、うん、俺結構リに可能性感じる男、あ、でも5文字になってるよね、あ、本当は減ってる、ちょっとちょっと、ありがたい、おーい、臨床師、臨床師、ありがとう、ことだな、追加してくれてやっぱこの突然のそう、ハマった時が気持ちいい、気持ちいい、なんだこれは、おー、OK、真実で引くんだ、そうだ、ダンチやな、やっぱ弱点待たせたな、お前たち、かっけ、何時、あ、しかもこれ行ったぞ、行った、とりあえずザコは分かる、これで決める、うち、26までこんだけね、いやでもこれ食らってる方だと思う、ほんと、うん、200万ぐらいありそうやな、一番、さあこれで相手の弱点が何が増えたの、で、あ、6文字か、まあでも使えそうだね、これ作れるぞ、これ、これ作れるぞ、俺っち、んと、しょと、ゆうでいけるの、消臭いけますね、作れるぞ、俺っち、いけ、入れちゃおうか、う、一旦行こうぜ、いや、よよみちゃん使ってるのか、少々の方がいいのか、ゆうがさ、そう、ゆうが使えるからね、幅あるから、
よよみちゃん入れちゃうね、これよみちゃん入れちゃう。これ、いや、一番ないだろ、それ、うん、おすすめ一番ないだろ少々でいいよね、多分ね。うん、少々でいいと思う。いきます、少々。すっごい入れさせようとしてる。希少少ありそう。偽少少、偽少少、希少少、希少少ありそうだよ。あ、希少少って、あの希少少か、わからん。わ、希少少いけたね。気象庁いけたね。うん、惜しいけど行こう。行ってみよう、キリ今日は。一旦キリ。気象庁いけたな。いけたな。今回先に立たずや。よしよし。まあまあでもでも皆さんにねこういうのも来るよっていうギミックを見せた。七文字見たかった。でもこのゲーム一番楽しいの七文字ハマってるやつ。大体で今でハマると十五コンボとかね気持ちいいね。かわいいクジラさんだ。強い。スーパーストーン、ハンマー。しかもなんか僕で刺さったの。ツイーよ。いいよ。やるね、君は。よく見た。HP すげえ高いなこっちも。そうだよ。うん、さあ今スタッフさんから聞かせてもらいました。うんうん、はい、無理でした、はい、どうせ無理だった。多分コメントでも言われてる、無理だろ、無理だろ、チェンジやったやないかい。さあ、ということでじゃあ行きますか。これ さっき風欲しいとか言ってたじゃん、うん、来たよ。まあ、うだね、とりあえず入れちゃうか。弱体化う松竹、松竹どう、うん、この俺の今のパンみたいな。なんか欲しいよね、そのなんとか小なんとか小地みたいな、うん、なん小気とかですね。でもこれ、うがないんだよね、あのあれの地雷対応する。なるほど。だからどっかしらは埋めたいね。巨匠みたいなこういうパターンもあるよって入れてみ、一旦ね、埋めようか。結構みんなね、よとかさ、うとか入れちゃう。なんかうとかね、入れがち、入れたい感じだけど実はいけるんだよっていうことで入れちゃおうか。まあ、ただ小文字がね、2回続くとそこでコンボが途切れるから、そこだけちょっとあれだけど。そう、松竹、いや、松竹でしょ。まあ松竹やな。よし、あー、まさに。でももう5文字やん、相手。そうよ、弱点。まあだから、そんなにめちゃくちゃな、あの、ボスではない。うん、うん、うん、割とこう可能性を見出して。そうそうそう。ただまあ、あのパッと見だけど、デッキだいぶ豪華なんですよ。だいぶ豪華。なんか俺もなんとなく、あ、これ豪華な。77万で始まる。やばっ。で、防御弾入って。回復もして。80万。もうちょい。これでも最後6文字じゃない？さあ、終わらせよう。あれが8万これ。いや、もう見えた、俺には全て見えてる。もう見えてます。この子強いね。ウも入ってんの超強いね。まあでもウ入れるわ、とりあえず。消臭が無難ではあるが、症状でもいいし、症状はない。多分症状はなさやん、ちょっと微妙さやん。消臭はあるけど、ウは少々。でもヨヨミちゃんも入れるから少量でもいいしな。少量 C 多いし、 C でいいんじゃない。 C に行く、うん、じゃあこの C のいきます。距離あるよ、距離あるよ。いやーね、でもさ、俺らもさ、やった時あったよ、うん、この言葉で押したい、うん、ここ攻めたい、やったよ。いいよ、シルバーストーンハンマー。豪華。いやー、ありがとうございます。おめでとう、うん、そちらこそおめでとうです。あとね、やっぱこういう解放したこともやっぱ増えますからね、はい、ああいうチャレンジをするとね、はい。さあ、ということで浩介さん、うん、今回ですね、アジンガー X と遠征大砲との連戦でしたが、うん、はい、感想いかがですか。楽しかったです。いや、そうですね。私も戦ったりないんですが、うん、楽しかったです。いや、まあちょっとアジンガーはね、うん、割とみんな集められるような多分キャラクター、はいはいはい、割と最近では、うん、集められるようなキャラクターたちがいたりとかして、でその後の遠征大砲は、うん、ちょっと豪華めなキャラクターだったとは思うんですけど、うん、そうね、うん、でもまあ
これのキャラもいけるんじゃないかなみたいなのは多分ねプレイしてる皆さん分かってると思うので、はいはいはい、でもそれを参考にしていただいて、まあ、基本的にはあの6文字と5文字を作っていく、うんうん、でなんか他ね俺ちょっともやってたけどなんか他の可能性を見せられたかなと思って、そうだね、その5文字作るときにうとかうとかにいとかに頼るんじゃなくて、うん、書章とか、うんうん、ね、巨匠みたいな、ああいう小さい文字だよね、そうで5文字つなげられるよとか、はいはい、逆にそれを6文字もなかなか難しいから、でもなんかね意外な言葉がつながったりとか、めちゃくちゃ喋るやん、え好きじゃんもうダメだった好きすぎて言葉多かった、言葉のだけに言うて下手くそか、ね、急になんか言われたとかボケたくなっちゃう、あ、そうかそうか、うん、いや僕も見ててですね、うん、やっぱ小文字が多くて、はい、いっぱい文字つながるのやっぱ気持ちいいじゃないですか、はい、ドラマって、はいはいはい、やっぱ5文字、6文字出てくる、そういうのがすごく、なんていうのかな、ステージの中に盛り込まれてて、うん、まあ、見てる方も楽しかったなって、はい、いろんな可能性広がるのがね、うん、楽しかったなっていう印象で、実装されてるのか、これ動画が出る時にはまだされてない、はいはい、じゃあ近日実装ということで、はいはい、お楽しみにしていただければなと思います、はいはい、ということでそろそろエンディング、うん、いやたっぷりじゃありましたよ、はい、お時間かと思いきや、お思いきやですね、なんとですね今回言霊ディレクターの望月様がゲストに駆けつけてくださいました、なんと、はい、では望月ディレクターお入りください、お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。すいません、いいんですか、なんかお邪魔して、いやー、よろしくお願いします。僕らのこのあれに来てくれるんですか、うん、ゲストが。多分、でも言霊は前も、うん、いろいろ開発の方来てくださったとかして、うんうん、はいはい、我々としてはゆかりがちょっとあるかなっていう感じありますけど、そうですね、はい、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。言霊は公式で見る人だっていう話になってくるね。改めまして、言霊のディレクターの望月です。よろしくお願いします。普段ですね、生放送の方でですね、はい、モッチーと呼んでいただいてますので、はい、今日もぜひ気軽にですね、はい、モッチーと呼んでいただければと思います。モッチーも恐れ多いんで、望月様と一番距離がある。急にね、すごい距離がある。じゃあモッチーさんと、モッチーで、はい、お願いします。いただきます。はい、さっき、うん、僕がすごい失礼なことしちゃったなと思ったのが、うん、なんかこう俺が悩んでたじゃん。うん、で最果てっていう言葉が出てきて。すっげー教えてくれる人いるなと思ったら、うん、まさかのモッチー、うん、そうだよお笑いさんだぞ、うんうん、マスクしてたからわかんない、確かについついちょっとね、もう言いたくなっちゃった、わかるんすよ、あの気持ち、すげー分かる、もうね、頭の中で自分が思いついてると、これがあるのに、これがあるのになるのよね、最果て言いたい、もうなんか不思議と指でこう、そう最果てこれこれっつって、うん、もうでそれで俺ちょっとピキンってあれ最高でした、余計なことすいません、さあということで、さあモッチーさんが来たということなんですけれども、はい、台本に、うん、そう僕気になったのが、はい、まあ、PV が、ね、公開されたんですよこの前、はいはいはい、その中でちょっと気になるものがあったんですよ、アズールの PV ですかね、そうなんですよ、はい、アズールの中で、うん、はい、我々が今回の動画の冒頭でお話した、うん、アジンガーっぽいなんか、ほう、はいはい、こうなんですか、機械のような、あ、デザインのキャラクターが見えたんですけれど、うん、それについてちょっとお話を、はい、ね、お伺いしたいのが、まあ、画像あんのかな、キャプチャーみたいなのかな、そう、これ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 、あ、ぽいね、これぽいね、てかデザインやっぱかっこいいな、みんな、いや、これよく見つけてくださいました、うんうんうん、はい、ちょっと細かいところまで見ていただきありがとうございます、いや、もうもうアジンガーで、えっってすぐ行ったから、俺ら前のめりになっちゃった、ね、そう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 、いや、すごいよく見てるね、そんなところ、ちなみにこれのもう詳細は出てるんですか、この3体の、これ実はこの動画公開の前日に、はい、発表がされております、じゃあ、今俺らは知らないけど、はい、見てる人たちはもう知ってるんだ、なるほどなるほど、そうですね、はい、うん、でこれなんですけれども、はい、5月15日16時頃から、はい、クロニクルにで、翌日ですね5月17日の16時頃から、はい、降臨クエストで彼らが登場予定となるほどなっております、あ、これがその3体なんですね、はい、あー、かっけー、ちょっと今回のせっかくですので、うん、彼ら3人3体、はい、言霊のキャラクターボイスを今日お二人にちょっと聞いていただけたらなと、いいですか、聞かせていただいても、もちろんです、はい、で、でこの3体合わせたの神殿ヒーローズと、あーぽいな、なんか戦隊ものというか名前なんですけれども、はい、じゃ早速ちょっと行ってみましょうかね、誰から聞けるのか、じゃあ真ん中の
この赤い子ですね、はい、サイボクボリアーという名前でして、はい、杉田智和さんが声を担当いただいておりますと、ちょっとゆかりのある、はい、ちょっとこちら、お願いします。お願いします。我らは永遠の命を持つ守護戦士、貴様侵入するとはふざけおって、我が鉄拳その身で味わえ。おー、はい、という感じで、まあ、本当になんかこう神殿を守るというか、うん、ね、確かに今鉄拳って言ってたけど、左下は剣持って右下銃持ってて、うん、一人だけ拳なんだよ。確かに、ね、立ちはだかってるね。なるほど、ね、これ他の俺も聞けるんですかね。はい、じゃあちょっと左の子行ってみましょうか、はい、左が、ソシャネデイムという、はい、言葉マンでして、青山芳乃さんが声を担当、はいはい、いただいております。じゃあお願いします。みんな今日は来てくれてありがとう。うん、いける。私もまだやれそう。ロボでもやりたいことやらなくちゃ。おえ、なんかアイドルっぽいのねえ。なんか最初の言葉でみんな今日来てくれてありがとうって。しかもなんかそのロボでもやれるって言ってたから、これなんかさ、もしかしてみたいな、あるってこと。やばい、俺勝手に話している。俺そう、あのね、これ僕らよくないのが勝手に妄想でずっと喋ってて、そう、台本に全く書いてないこと。そうそうそう、書いてないこと。でもちょっとね、そういうなんていうんだろうね、予想というか、そうそう、その広がる感じではこう幅があるといろいろ喋れるから楽しいんですよ。楽しいよね。そうそうそう、いろいろ想像できる。さあ、そしてじゃあ最後のキャラクターを紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、で右下の、言葉なんですけれども、ユーザソルジャーという名前でして、はい、こちら、赤真根健二さんが、担当、声をね、担当いただいております。はい、はい、ではお願いします。普通に考えて永遠に生きるとかやばすぎる。ロボなんか嫌いだ。おお、なんかやっぱメタっぽい。なんかちょっとね、気になる発言してる、うん、しかも彼だけ泣いてます。だ泣いてるのか、まあ、ごめん、ちょっとデザインなのか分かんないけど、でもデザイン的には泣いてるように見える。でもなんかセリフからするとなんか泣いてる感じしない、ね、なんかロボなんか嫌だっつって、うん、やっぱこれなんか前世あったんちゃうか。なんかね、そんな感じあるよね。普通にポンって脱げるんちゃう。だったらその喋り方ではないし、ロボって言わないし。でもほらね、口の中で、ま、でも分かんないよね。あ、そうそうそう、はー、じゃあこれがまあもう今回じゃあ、声は先行で、はい、いただいたことですよね。はい、ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。まとめますと、はい、ソシャネデイム、サイボクウォリアー、ユーザソルジャーが登場するクロニクルが5月15日の16時から、うん、コリンクエストは5月17日から開催予定とのことです。皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、いや、もっちーさん、はい、ちょっとね、まだね、返すわけにいきません。なんか、まあ、もう情報だけ言って帰ろうみたいな。なるほどね。もう一個だけ気になってるのがありまして、はい、この前あのプロデューサーレターあったじゃないですか。はいはい、でそのロードマップが出て、はい、ちょ気になるところがあって、それをなんか今回なんかガンガン言っていいみたいな。書いてねえぞそんなこと。ええ、その書いてねえぞ。ちょっとロードマップ見せてもらってもいいでしょうか。あ、一旦ね、はい、すごいいっぱい出てるね。そう、この中で質問していいこと1個いいみたいな、はい、あ、じゃあ聞いたんで、あ、じゃあクロニクルの遊びやすアップデートにして。いや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 、回収アップデートプチアップデートって書いてあるんだ。これで僕もぶっちゃけると、はいはいはい、一番この右上にある、まあ、確かに新たな能力を持ったことなの。確かに、これちょっと聞きたいんですけど、このせっかくなんでこれ見ている動画のね、見ているファンのためにも、これ聞いていいの、情報ってどうですか、言えますか。なんかなお、まあ、今絶賛こう開発中でして、ちょっと少し遠回しな表現になってしまうんですけれども、それでも、いや、もう僕らよろしいでしょうか。考察大好きです。ただちょっと無駄な考察が始まるかもしれない。そうそう、無駄な考察だから始まるから、うん、多分コメントも議論してると思う。してるけど。ということはみたいなのがあるかもしれない。はい。はい、わかりました。お願いします。はい。で、まずあの、言葉マンというゲームなんですけれども、はい、まあ、言葉を使って遊ぶ、はいはい、ゲームのジャンルになってまして、うんうん、まあ、今様々な作品とコラボさせていただいておりますと、はい、確かに結構そのいろんな作品とコラボがこう、なんでしょうね、マッチするっていうのも強みの一つだと思っております。うんうんうん、言葉マンの、その
持っている、まあ、文字だったりとか、うん、あとスゴ技であったりとか、はい、まあ、潜在的に持つ特性みたいなのがあると思うんですけれども、うん、まあ、このあたりも結構そのコラボの作品ごとにこだわってまして、はい、まあ、そのコラボの作品らしさを体験できるみたいなところを意識してそう思っていただけるようなものを今あの鋭意制作中でございますと。なるほど、はい、じゃあその作品に紐づくとかイメージがしやすいような、うん、感じの新しい何かが生まれてくるのかみたいな感じかな。そうね、うん、だから今ねごめんね俺がなんで黙ってるかというと、うん、めっちゃ考察してるということはあれとあれがみたいな、あのコラボならこうか、うん、とかだからそう僕結構コラボのキャラはコラボ来るたびには結構なんですかその、集められるキャラクターとか、うん、それを結構集めてる、うんうんうん、まさかみたいな。なるほどね、あるよね。すごい濁してくれてありがとうございますかなり遠回しな僕逆に僕がこれいやでもあれっすよとか言われたら一番いやいや考えもなくなっちゃう、うんうんうん、いやということでいや、まあね、ちょっと非常に、まあ、言葉を選ぶ中言ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいませんプチアップデートの方が良かった今のでよかった。そこそこそこさあということでですね、はい、すごく楽しい時間だったんですが、はい、いよいよ改めて、はい、本当にエンディングの時間が、来てしまう。もうですか。もうです。いや俺のあのさ、さっきの俺ら二人の懐かしいくだり削ってさもっと喋りたかったよ。せっかく来てくれたのに。やだ俺はあの懐かしいくだりやりたかった。はい、ということですね、はい、大変名残惜しいんですが、うん、最後にですね、モッチーさんより、告知補足がありましたらお願いできればなと思います。はい、はい、現在開催中の5周年イベントなんですけれども、後半に入りまして残り第4弾第5弾と5月末まで続きますので、はい、引き続き、楽しんでいただけますと嬉しいです。でそして、先ほどちょっと今コラボの、話もさせていただいたんですけれども、うん、コトダマンあのオリジナルの方もですね今力を入れておりますというところで、ちょっとロードマップで触れさせていただいたんですけれども、うん、6月からクロニクルと、大討伐イベントですね、こちらも、アップデートリニューアルしてまいります。なるほど、はい、でクロニクルに関しましては、このあと、6月からですね、ワクワクドキドキの新展開が始まりますので、ぜひ6月の開催をお待ちいただければと思います。はい、ありがとうございます。いや最後にちゃんとすごいこと言ってくれたね。ちゃんと情報くれるんで、ね、ふわっとした情報じゃなくて、ね、しっかりとした情報さっきのちょっとねまた神殿ヒーローズとかが語ってくるのか来ないのか、じゃあ僕らのはまた考察が広がる広がっちゃう ね。なんかやっぱそのバックグラウンドとか背景みたいなのもね、うん、ちょっと気になったりするからね。いやもうすごい言いたい言いたい言いたい。まあでもまだ開発中何があるか分かんないけど、はい、確かにね言えないですけど、6月本当に楽しみにいただけると嬉しいです。はい、楽しみでございます。はい、はい、ということですね、改めましてモッチーさん、うん、今日はお付き合いいただきましたありがとうございました。ありがとうございました。はい、といった感じですね、皆さんコトダマンこれからも盛り上げていきますので、はい、ぜひ皆さんで楽しんでいければなと思います。はい、それではまた別の場でお会いしましょう。バイバーイ。モッチーさんまた遊びに来てください。ぜひお願いします。